神戸バイオガスは、神戸市、新興環境ソリューション、大阪ガスが主体となり、神戸市の下水処理場で発生する消火ガスを主原料としたバイオガスを生成して、自動車用燃料や都市ガスとして利用する取り組みである。神戸市東名田区業、先浜町にある東名田処理場は、神戸市内に7カ所ある下水処理場の一つで、1962年に運転開始した。 1>, 1日あたり32万立方メートルの処理能力を持ち、約37万人の住民から排出される下水を受け入れている。1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災では、護岸が崩壊し、水処理施設が水没するなどの被害を受けたが、暫定復旧を経て1998年度末に完全復旧した。 下水を処理した後に残るおでは原油化のため、同社内の卵型タンクで、嫌気性発酵される。その際、メタン約60%、二酸化炭素約37%などを含む、消化ガスが発生する。この消化ガスを高度利用するため、2006年度から2007年度にかけて、国土交通省新世代下水道、支援事業制度により、 消化ガス生成装置が設置された。旧気圧に加圧した消化ガスを吸収等下部から吹き上げ、高圧水と対抗流で接触させることにより、二酸化炭素、硫化水素、白気酸などを水に溶解させ除去する。これにより、メタンの濃度は98.2%まで高まる。白気酸は、シャンプーや化粧品などに含まれる、シリコンオイルに起因するものであり、 下水由来のバイオガス特有の不純物であるが、白木産の燃焼により生じる二酸化ケイ素が、ボイラーやエンジンの内部に蓄積して燃焼トラブルの原因となるため、利用にあたっては除去は必須である。2013年からは、神戸ハーベストプロジェクトとして、国際的に枯渇が懸念されるリンを汚泥から回収する実証実験も予定されている。 東の脱処理場消火タンク2008年4月より隣接する神戸市バス魚崎営業所の路線バス1台に燃料として供給を開始2012年4月現在同所に在籍するバス14台に供給するほか同処理場から六甲アイランドのスラッシュセンターへの脱水系気運搬車やゴミ収集車近畿タクシーのタクシー車両佐川急便の周廃車などにも 燃料として供給している。これは1日 50km 走行の路線バスに換算して40台分に相当し、二酸化炭素排出削減量は年間1200トンと計算されている。自動車に供給して余ったバイオガスは燃焼処分していたが、2009年よりプロパン添加による熱量調整や腐臭の処理を施した上で、大阪ガスの導管への直接注入の 実証実験を開始。約1年の試験を経て、2010年からは都市ガス道管への直接注入を日本で初めて正式に開始した。当初の導入量は80万立方メートルで2000世帯が1年間に使用する都市ガス量に相当する。2012年7月からは神戸グリーンスイーツプロジェクトとして東長区に製造拠点を有するロックフィールド到落。 白鶴酒造の三社から生じる食品残酒をおでに、混ぜ、糖や、澱粉の発酵により、収量を増やし、最終的には5000世帯分の都市ガス生産に向けた実証実験を開始する。このプロジェクトには触媒として、街路樹の剪定材や六甲山の間伐材も使われる。ありがとうございます。